はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。スターホースポケット、おっと、プレミアポイントを80ポイントも獲得しました。一体何が起こったのか。よろしくね。80ってどれぐらいのポイントなのか。おっと、プレゼントが届いてるわよ。電動場シリーズっていうのがあるのか。パースオブゼームか。デイリーガチャ、これもダメですね。プロモーション、限定レアの二大女王ガチャ、これ何でしょうね。ウォッカとダイワスカーレット、気合い入れていくわよ。さっき、プレミアカップがで80ポイント得ましてたって書いたんですが、プレミアカップでどこまで行ったんでしょうかね。トルコライスが、あ、2回戦敗退か。じゃそれほどでもないよな。おっと、肩脱ぎ登録できるんだ。気合い入れていくわよ。さあ、肩まで続きをやっていきたいと思います。今馬体重は500キロですね。ベスト馬体重はおそらく502キロか、もうちょっと増えるのではないでしょうか。2週休ませてから、なかなかやるじゃない。何かよ、近づいてきましたね。ちょっとびっくり。さて、これで放牧から戻ります。元気いっぱいね。人参か、いい感じだわ。何かよ。そうですね、ちなみに前走が大阪杯勝ちましたよね。いいレースがなければWBC 出しましょう。成功きた。疲れが溜まっている。大根がおすすめ。いい仕上がりだわ。気合い入れていくわよ。気合い十分ね。これでちょっと重量が6キロは増やさないといけない。
ちょっと馬体重見てみましょう。おっと、ビクトリアマイル、おすすめって書いてはいるが、で簡単に勝てるとは思わない。何かよ。馬体重、まあベスト変わらないですね。じゃあもう出し、翌週に出します。これ高塚間に合うかな。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。ここでパートナー調教か。気象がまだ分かってないんですよね。いい感じだわ。プラス4キロが要求されます。虹なんでどっちがいいのかな。成長促進と調子回復。リンゴジュースの意味がそんなに。うん、何かよ。WBC 出します。さあ距離ですが、2000がいいのか2400がいいのか。難しいとこですね。まあ2000でいいでしょう。戸崎騎手に騎乗してもらいましょう。さあ25分もありますね。はい、では結果を待ちたいと思います。ではまた後で。はい、ですね、実はWBC クラシック勝ってしまいました。ただその瞬間を取り忘れてしまった。これは痛い。屈辱というか、なんだろう、うん、これはもう大変。参りました。またですね、WBC および SWBC チャレンジしたいと思いますが、3週後に高塚記念が控えておりますので、そちらをレース出したいと思いますので、次回はその高塚記念をお送りいたします。応援してください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。